皆さん、こんにちは。今日は芸能界を騒がせている大ニュースをお伝えします。タレントの井上咲楽さんとお笑いコンビオズワルドの畑中佑さんが2年半に及ぶ交際に終止符を打ったことが明らかになりました。この衝撃的な報告に多くの人が驚きを隠せずにいます。井上さんは5月19日自身の SNS で2年半お付き合いしていた畑中さんとお別れしましたと切り出しました。芸能人が自ら破局を報告するのは極めて異例のことです。一体何があったのでしょうか。ぜひ最後までご覧いただきコメントいただけると嬉しいです。井上さんは破局を報告した理由についてわざわざ報告するのもどうかなと思いましたが、本日も番組の収録がある中で嘘をつくことが心苦しく、こちらで発表させていただきますと説明しています。続けて井上さんは畑中さんには感謝の気持ちでいっぱいと前向きな言葉を添えました。2人の交際は昨年12月に一部週刊誌で報じられ、井上さんは報道後初の公の場で毎日楽しいが更新されるとのろけするなどオープンな交際を続けていました。 SNS での破局報告は井上さんにとって簡単な決断ではなかったはずです。しかし番組収録を控える中で嘘をつくことへの葛藤から自ら真実を明かす道を選んだのでしょう。一方畑中さんは同日夜 NHK ラジオ第1ラジラサンデーに生出演し破局について言及しました。結婚したい気持ちはありましたとポツリと漏らした畑中さん。続けて結婚の可能性があるよって噂の木を登っていたけど急に手を滑らして一番下の地面にいますと独特の表現で破局を明かしました。畑中さんにとって井上さんは人生初の彼女だったそうです。本当に素敵な方でしたと畑中さんは話し、寮は悪いところがいっぱいありましたと声を落としたと言います。親しい知人は畑中さんの未練タラタラの様子からもわかる通り井上さんが別れを切り出したそうですと明かしています。畑中さんの言葉からは結婚を意識するほど真剣な交際だったことがうかがえます。しかし噂の木から一番下の地面へと突き落とされたような表現からは破局の衝撃の大きさが伝わってきます。二人は今年に入ってから大きな試練に見舞われました。1月に畑中さんが初期の腎臓がんと診断され、2月に摘出手術を受けたのです。病魔という予期せぬ出来事に直面した二人、井上さんは手術当日に付き添うなど献身的に介護し、3月の東京マラソンでは畑中さんに届けとばかりの快走を見せ自己ベストを更新。二人の絆の強さを感じさせました。困難な状況の中でも支え合い乗り越えていく姿に多くの人が二人の結婚を期待していたことでしょう。ところがその2ヶ月後に突然の破局報告、周囲には大きな驚きが広がりました。実は二人はこれまで3度の破局と復縁を繰り返してきたことで知られています。井上さんは以前出演番組の中で2年ぐらい付き合ってるんですけど3回ぐらい別れてるんです、もう何回も別れて付き合ってを繰り返してるんですと明かしていました。度重なる破局と復縁、一体2人の間には何があったのでしょうか。過去の破局理由について井上さんは畑中さんがブレイキングダウンにハマってることがあって私それに嫌気がさしちゃってと説明しています。一緒に家にいるのに別のことに一人で没頭している畑中さんの態度に嫌になったのだそうです。私は別れる予兆を出してるつもりなのに、畑中さんは昨日まで仲良かったのにってと井上さんは苦笑いしていました。お互いの時間を大切にしたい井上さんと一人の趣味に没頭してしまう畑中さん、二人の価値観のすれ違いが過去の破局の原因だったようです。しかし破局のたびに復縁を繰り返してきた二人、井上さんの知人は過去の復縁のエピソードを明かしています。畑中さんがラジオで昔彼女がいたなどと話しているのを聞いて井上さんがグッと来ちゃって連絡を取り話し合って復縁したこともあったそうです。また2度目の復縁の際にはお笑いコンビ霜降り明星の粗品さんら芸人仲間が畑中さんのいいところを一生懸命に伝え
仲を取り持ってくれたこともあったといいます。周囲の後押しもあり、幾度となく破局と復縁を繰り返してきた2人。今回の破局はまた一時的なものなのでしょうか、それとも本当の終わりを迎えたのでしょうか。ネットニュースラボ。ただ今回の破局にはダウトの声も上がっています。というのも、ほんの5日前の5月14日に井上さんは YouTube チャンネルの中で花見のために作った手料理を畑中さんのために家に置いてきたことを明かしていたからです。破局寸前だったとすれば、この話題をわざわざ YouTube でひけらかすことがおかしいというわけです。動画の撮影時期は4月中旬とみられ、少なくともその時点では交際が続いていたことになります。芸能関係者は今や SNS の時代、 YouTuber らが交際や破局を詳しく公表しているように、恋愛事情を隠して活動するより自ら明らかにした方が潔く見えると指摘します。井上さんが SNS で破局を報告したのは、交際をオープンにし今後も番組やイベントで質問される可能性が高いだけに先手を打ったとみられます。デジタル世代ならではのリスクケアとも言えるかもしれません。しかし畑中さんのラジオでの発言からは、今回の破局が過去とは少し様子が違うことがうかがえます。畑中さんは番組の中で、結婚したい気持ちはありましたよと口を開き、楽園のあるすごい高さの木に登ったが手を滑らせて一番下の地面まで落ちたと独特の言い回しで破局を表現しました。つまり今回はゴールインが2人の前に立ちはだかり、最悪の事態を迎えたとも推察できます。とはいえ、これまでも破局と復縁を繰り返してきた2人、過去には井上さんから連絡して話し合って復縁したケースや、芸人仲間が仲を取り持って復縁したケースもあったそうです。果たして2人の破局の真相とは。4度目の破局となる今回、再びの復縁はあるのでしょうか。これまでと一つ違うのは、あえて破局を報告したということ。これは2人の関係に決定的な変化が訪れたことを意味しているのかもしれません。ネットニュースラボ。一方で井上さんといえば、足の親指にたまるゴミの匂いを嗅ぐという驚くべき性癖を告白したことでも話題になりました。フジテレビの番組「酒のつまみになる話」に出演した際のことです。親指の間の円に黒いゴミがたまると、牧場の匂いがするんですよと井上さんは明かし、スタジオを騒然とさせました。黒いゴミをかき出して嗅ぐと、牧場の匂いがするんですよ、マックス10日とか貯めると満タンに貯まるんですよ、そうなるとごっそって取れてと力説する井上さん。番組 MC の松本人志さんから、匂ったらどんな感じになるのと聞かれると、井上さんはもうと牛の鳴き真似をしながらくるくる回り、スタジオの笑いを誘いました。それをやった方がいいんですよ、なんか良いことがある気がするとも語る井上さん。匂いを嗅ぐことはジンクス的な意味合いもあるようです。一般的な感覚からは理解しがたい性癖ですが、井上さんにとっては幸運を呼び込むジンクスなのかもしれません。独特の価値観を持つ井上さんだからこそ、畑中さんとの交際でも周囲の常識にとらわれない関係を築いてきたのかもしれません。井上さんと畑中さんの破局、そして井上さんの衝撃の告白、今後の2人の動向から目が離せません。果たして2人の間に再び愛は芽生えるのでしょうか、それともこれが本当の終わりなのでしょうか。井上さんも畑中さんもそれぞれの個性を持った魅力的な人物です。2人の今後の活躍にも注目が集まります。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。